ブンブンハロー YouTube。 本日はですね、安倍首相が辞任されるってことでね、それについて少し話したいなと思います。個人的な意見ですけど、まあちょっと聞いていただけたらと思います。まあ僕まだ会見見てないんですけど、まあまず第一声はもう本当にお疲れ様でしたと。もう多分総理大臣ってすごく超責任重大で、もう休みなく、でしかも今回はもうコロナウイルスとか、もう北朝鮮問題とかトランプさんの問題とか、なんか中国問題とか、本当に考えることが山ほどあって、でしかもなんか世間の人からはもうあれやこれやとボロカス言われてたりもしてたりとか、支持率が下がってきたりとか、もう本当ストレスとかも相当だったんじゃないかなっていうのはもう本当に思います。でもでそういう状況の中でも、まあ、やらないといけないことがたくさんあるわけじゃないですか。もう時間は待ってくれないというか、コロナのために次はこれです、それが終われば次はこれを考えないといけません、次はもう北朝鮮がどうのこうの、トランプさんがどうのこうのとか、でその中で もう時間は過ぎていくと、で何かをしてても、まあ、国民の支持率とかいうのでが出てきたり、まああれやこれやと、もうわけのわからない人から、すごい人やら専門家やら芸能人やらからボロカス言われると、でまあやると、まあもうストレスがすごかったんだなと。まあ、今回健康問題っていうことなんですけど、まあ僕も正直安倍さんの政権に対してはいろんな意見があるじゃないですか。例えば、まあ、そのトランプさんと仲良くできたっていうのはすごいことですし、ただそのコロナウイルスの、まあもう切り、例えばそのマスク、アベノマスクの部分だけを切り取ると、あんなのに税金を大量に使うのもどうかって思うんですけど、でも日本のそのコロナウイルスの死者とかを他の国と比べると全然下がってる。まあそれは医療のとの、まあ、医療が良かったっていうのもあったり、体質の日本人の体質の問題っていうのもあると思うんですけど、まあ少なく、まあちょっとはというか、普通に安倍さんのまあ政策もあったんじゃないかなと、まあ、思います。あとはですね、あとやっぱりこういう災害時の時に首相をやってるってのは本当大変だなと。まあ、例えばその以前東海大震災の時も菅さんがなんかそのボロカス言われてて、まあ、原発やめさせろとか、なんかね、菅さん一人に、一人かどうか分かんないですけど、結構責任を押し付けられてた部分もあって、まあ、今回コロナが、本当はコロナが悪かったのに、まあさすがにこの状況下では、ね、誰が首相をやっててもああいう風になってたのかなとか、むしろ安倍さんだから、まあ、まだここまで持ちこたえれてたんかなっていう部分もなきにしもあらずなんですけど、まあ、すごく本当になんかもう多忙な毎日をやっておられて、ちょっとそこは本当にお疲れ様でしたと言いたいです。本当お疲れ様でした。でまずとりあえず病気か分か、まあ、原因は本当に何か分かんないですけど、まあ、病気ということならぜひぜひというか、まあ一度ゆっくり休んでくださいというのが一つです。まあとでもまあ言い出したらきりないんですけど、まあ、例えばその安倍さんの森友学園の問題とかも、まあ、佐川教官とか、公文書改ざんの問題とか、まあ、それはまあねあるんですけど、まあ、これの動画ではちょっと触れないようにします。まあ、とりあえずお疲れ様でしたということで、いらっしゃい。